サンマのマンマは関西テレビ制作のフジテレビ系列のトークバラエティ番組。アカシア・サンマの冠番組の一つ。1985年4月8日から2016年9月24日までレギュラー放送され、レギュラー終了後は不定期特番として年に3から4回程度放送されている。アカシア・サンマの自宅マンションに見立てた番組セットに 毎回ゲスト一組を招いて様々なトークを展開する。当初は無観客で収録が行われていたが、2000年代以降の放送では、約20人程度の女性の観客を入れている。また、セット広報のとこ間には、ゲストにまつわる一言が書かれた掛け軸が掛けられている。制作局の関西テレビのほか、全国各地で放映されている。番組には、 主題歌もあり、作詞、アカシア・サン作曲、桑田圭介ダンス・振付中森・明というメンバーで作られている。ゲストは新人、若手、ベテランといった、キャリア、お笑いタレント、ミュージシャン、俳優などといったジャンルを問わず幅広く出演している。収録は、レモン・スタジオで行われている。同書での収録は1992年3月からで、ある。 初期は、フジテレビ本社のスタジオで、1980年代、末期頃から、レモンスタジオへ移転するまでの間は、渋谷ビデオスタジオで、それぞれ収録を行っていた。フジテレビで収録していた時代は、制作協力、フジテレビのクレジットが、スタッフロールに毎週含まれていた。お正月や秋の改編期に、毎年2回、総集編を兼ねたスペシャル番組、 サンマのまんまスペシャル新春大売り出しサンマのまんまを全国ネットで放送しているレギュラー放送時代は3ヶ月に1回程度で総集編臨時発売サンマのまんま大全集が放送されていたこちらはド日を中心に放送されるが各局とも放送日が異なっており地域によっては特番やスポーツ中継による枠の確保ができない場合 二から三本まとめて放送されたケースもある。当初は全国ネットでもゴールデンタイムプライムタイムの一律同時スポンサードネットで放送される予定もあったが、サンマがゴールデンで放送してしまうと番組の趣旨が変わるという理由で拒否した。レギュラー放送末期は全国的に土曜に放送するネット局が圧倒的に多かったが、 東海テレビのように平日に放送されているケースもあった。関東地区では口述のように長年深夜枠で放送されていたことから出演者の中にはこの番組を深夜番組と認識していた人も多く比較的明け透けなトークをするゲストも多かった。最高平均視聴率は1987年1月12日放送分の31.8%。かつて ナンバグランド花月の地下にあった施設、吉本笑い店街に、まんまベーカリーというブースがあった。名前こそパン屋であるものの実際は、さんまのまんまのヒストリーブースとなっており、番組の歴史を垣間見ることができた。2007年3月23日放送で、放送1000回目を迎えた。その日のゲストは、ビートたけし。放送1 0 1回目のゲストは、 サンマの師匠でもある、小福亭松之助だった。その後は、松田聖子、長渕剛、松本人志などといったゲストが続いている。このことに関し算玉は、開き直っているなと、皮肉交じりに話した。2007年4月13日放送分から、ハイビジョン制作の放送を開始。また、同放送分から、ニャンマという猫のキャラクターが、 新たに登場した。ただし2010年代以降は、ニャンマの登場機会が減っている。関西テレビ制作のバラエティ番組としては一番の長寿番組となり、ノックは無用。が持っていた22年9ヶ月という記録を2008年1月に塗り替えた。番組開始から25年を経た2010年、初の DVD として、サンマのまんま永遠のスター編が、 同年10月2日に発売された。2016年9月をもって、レギュラー放送を終了し、以後は、年2回ペースで特別番組として放送することが2016年8月4日に、正式に発表された。そして、同年9月24日、放送文をもって31年半のレギュラー放送に、終止符を打った。なお、 レギュラー放送最終回のラストでは10月に放送される特番について告知を行ったのみで番組中ではレギュラー放送の終了については触れなかった。後継番組は同年11月5日に放送開始した岡部ロ。後日談として当初は2年前に放送を終了する予定だったが放送期間を延長した理由が2011年8月に芸能界を引退した。 同期で名優の島田信介の芸能界復帰を待っていたためであると2016年11月26日放送の誰も知らないアカシアさんま初のロングインタビューで解禁でさんまが明かしていた2018年1月13日の16時30分17時に星野セムイチさん追悼 2018年2月25日の16時55分から17時25分に大杉さざなみさん追悼として当番組に出演した回が関西テレビにて再放送されネット局でも放送された地域があるレギュラー放送開始時からタイトルロゴは一貫して変わっていなかったが2020年夏のスペシャルより2代目のものに変更された当番組のマスコットキャラクターに マンマという着ぐるみの犬型宇宙怪獣がいる。性別はオス。身長約170センチメートル。体色はオレンジ色で、垂れた耳と手足。鼻の部分が焦げ茶色。眠たげな目と大きなお腹。赤いデベソが特徴。宇宙船が故障して地球に不時着し、宇宙船は使えなくなったため、助けを求めて出会ったサンマに食料をもらい。 サンマの下で飼われている設定。宇宙怪獣だと言える理由をプロデューサーを務めた松本清は立って歩いているからと発言している。スーツアクターは岡崎薫で、サンマは内臓もしくは岡崎健と呼んでいる。もちろん喋れない設定なので、すべてジェスチャーでサンマに伝えなければならないため、身振り手振りで悪戦苦闘している。引っ張られると体が、 倍程度伸びるという。1987年に、まんまのキャラクターの絵柄、図案が使用された缶ジュースが発売されたことがある。まんまは、テレビ朝日系列、サンマの何でもダービーにも、放送局系列の垣根を越えて出演した経験がある。また、1986年には森リナが成果、おっとっとの CM でまんまが出演するバージョンが、放送された。 2015年9月5日の放送で岡崎が12市町海洋で緊急入院したことがサンから明かされた。記念すべき第1回のゲストは榊原郁恵。ゴシップ雑誌の突撃取材から逃れるため、サンの部屋に逃げ込んでくるという導入部分が設けられた。ちなみに三馬、サンはその榊原と渡辺の共演したドラマに出演していて二人とコニーだった。 サンマがヘビースモーカーであることから開始当初はゲストと喫煙しながらトークすることがあったが現在は喫煙を取り巻く環境の変化に伴い2008年12月31日を最後に喫煙トークは廃止された通常時放送されてから3ヶ月ほど経過してからの放送回をつなげた傑作戦のダイジェスト版この際には ゲストがサンマの家のセットに入る前の未公開シーン等が流れ、ルー・オー・シバがゲスト出演した際は、関西テレビでしか見られない放送前の番組予告を流したこともあった。関西テレビでは長らく土曜日14から16時台での放送だったが、日曜に放送されることも稀にあり、桃子の王それ、ソレ、ミよが14時25分開始となってからは、 基本的に日曜日の16時17時25分に放送されていた。また、ゴールデンタイム時代に特番やスポーツ中継による枠の確保ができない場合、サンマのまんま特売号として2から3本まとめて放送されたことがあった。他の FNS 系列各局でも土日宿の編成の間時間帯に放送が行われている。 1988年から毎年1月2日もしくは1月3日の15時45分から18時30分に放送されている正月特別番組。関西テレビをキー局に一部地域を除いて FNS 系列各局で同時ネットされる。なお、2011年以降は前半と後半はネットスポンサー、中盤はローカルスポンサーとなる。 通常時と大きく異なる点は、ゲスト一人もしくは一組の途中でもう一人一組以上登場し、二組以上でサンマとトークを行う、リレー形式のスタイルとなっている。そして、今まで放送された、傑作戦もダイジェスト版で流すこともある。2001年の最初の回は、それまでとは違って元日からの放送となり、サンマにとって、 久々の共演となったタモリが登場した。この回では他にも、細木和子、石原慎太郎、パパイヤ鈴木らが後から登場した。2018年は、沢尻エリカ、松坂通り、博多花丸、大吉、高安戸都市、村田亮太、田中正宏、福原愛が、トークゲストとして出演した。ミニコーナーではゲストが、新年の抱負を絵馬に書き記した。 番組最後のグッズプレゼントコーナーに銀シャリが出演し、うなぎ和弘がまんまグッズをデザインしカレンダーのプレゼント募集を行った。2006年から従来のスタイルに加え番組後半には今田孝二がゲスト献身公約として当時知名度の低かった芸人を揃えた後輩芸人を紹介するネタ見せコーナーが開始され恒例企画となっている。このコーナーには 三馬未だに加え、2008年から2017年まで、井上真央が、毎年出演していた。2018年は、井上に代わって、見届け人として、福原愛が出演。2019年は福原に代わって、石原里美が見届け人として出演。2013年までは、対象が、吉本工業所属の芸人に限られていたが、2014年からは、 吉本以外の芸人も登場するようになった。近年は、この番組の出演が、きっかけとなり、R-1 グランプリに出場する芸人もいる。サンマのまんまスペシャル20と題された、全国ネットでのゴールデンタイムプライムタイムの、スペシャル版が、1992年から、毎年秋の改変期に放送されている。放送日が、ゴールデンタイムの月曜日、火曜日、 日曜日の21時23時24分頃の編成だった場合は関西テレビがネットセールス分の提供だし CM も含めネット局への創出局となるそれ以外は富士テレビが創出局となり関西テレビ富士テレビの共同制作となる2010年以降はタイトル名が異なる放送初年の1992年から2000年までは 放送曜日が固定されていなかったが、2001年から2006年までは、水曜日の21時23時18分に、編成されていた。これは、かつてサンマが、メイン司会として出演していた、アカシアマンション物語、アカシア受験年物語の名残であった。その後、2007年からは再び放送曜日が、固定されなくなったものの、2010年から2013年までは、 サンマが司会として出演している。本んまでっか ?TV の枠の関係で再び水曜日に固定され、2014年から2019年は赤と黒の劇場、金曜プレミアム枠の影響で金曜日に固定されている。ドラマ枠が廃枠になった後の2020年夏は金曜日に据えたまま単発特番扱いで放送している。 レギュラー放送終了後の2017年からは秋の改変期以外の春や夏といった他の季節でも不定期でスペシャルが放送されている。詳細は下記の通りだが基本的には関西テレビが制作局なので無印。関西テレビと富士テレビの共同制作の場合は太字で表記する。生放送スペシャルは関西テレビ本社で行われる。 2012年11月23日から11月25日までの3日間で放送される関西テレビ開局55年目突入だよ。スペシャルサンデーズの一環として放送開始以来初の生放送が2012年11月24日の15時17時30分にサンマのまんま28年目で初めての生放送スペシャルイン大阪と関して カンテレ本社のスタジオより2時間半行われた。ちなみに、サンマが本社スタジオに出演者として入るのは、ナイトパンチ以来38年ぶりだったという。なお、生放送スペシャルは、スタジオ音声を含めフル企画のステレオ放送を実施している。前年に引き続いての大阪から生放送スペシャルが、 2013年11月23日の15時25分から17時25分に、関西テレビ放送会局55周年特別番組さん、まのまんま大阪から生放送スペシャルと関して2時間の生放送が行われた。2014年は単独での生放送スペシャルとなり、2014年11月22日の15時17時25分の時間帯で放送された。 2016年は約1年半ぶりの生放送スペシャルとなり2016年6月18日の15時17時30分の時間帯で放送された2020年6月14日の16時17時25分に全国ネットで放送当初は同枠で宮里アイサントリーレディスオープンゴルフトーナメント最終日を放送予定だったが 新型コロナウイルス感染症の影響で大会の全日程が中止となったため代替番組として編成。放送内容は同年1月2日放送分、新春大売出し三ンのまんまの再編集短縮版系列は現在のものを使用新春大売出し三ンのまんまに関するカテゴリーありがとうございます。